サンスモークのご紹介です。こちらは超小型の発煙デバイスです。なんとカードの4分の1の破片に隠れるミニサイズになっています。フィンガーパームしておき、スイッチを押すと発煙します。本体にはリール穴が開いています。パームして使用した後にはリールやゴム紐で衣装内に引っ張って処理することができます。そのまま使う他に付属のアームバンドやスカーフに仕込むことができます。アームバンドに装着すると袖の下を通って手首から発煙することができます。操作は延長コードにつないだボタン一つで発煙します。付属のシルクスカーフの中央に仕込むことができます。布の中に隠れていますので外側からは目立ちません。例えばコップの中に煙を溜めることができます。内面の中央付近に小さな穴が開いており、ここに発煙します。スイッチはスカーフの角についています。このように煙の出現ができます。この他にも例えばスカーフの陰で出現や消失を行う際の特殊効果としても役に立ちます。マギカでは日本語の解説書の他に独自の解説動画を作成しています。ぜひご利用ください。